ついに来ました、この日が。久々のプロセカ動画となるんですけど、ちょっとね、もう早速行く？エナランガチャが来たんですよ。エナランガチャが。もうエナランガチャは、絶対に俺、ガチャ回すって決めてるんで、まあ、見ていこうか。これね、イラストの方はもう先に見ました。はい、進化前も進化後も一応見たので、ちょっと見ていきましょうかね。ただ進化後って言っても全体図は見てないんで、いきますよ。はい。あーね、ダウンロードはずの、ダウンロードはすぐ来るから、行くよ。待て、息を飲んだ。ちょっと待って、唾を飲み込んだ瞬間来るのやめて、ね。今、息に入りそうになったから。ね、やめて、そのタイミングは。はい、ということで、今回、エナランが来てるということで、いやー、進化前のこのイラスト、これね。めちゃめちゃいいんですよね、このイラストがね。もう、エナラン狙いなんですけど、今回も。やばい。やばい、これは。いや、めっちゃいいよね。このなんかさ、最近スプラトゥーン3さ、発表されたから、ちょうどこの色合い的にスプラトゥーンっぽいのよ。だからめちゃめちゃさ、いいよね。これね、めっちゃ欲しいんですけど、今回ね、ちょっと見ていきたいのがあって、他のキャラクターもね、いるんですよ。ほなみちゃんとかね。誰だっけ？エムちゃんか。エムちゃん、誕生日ガチャなのに来てるよね。んで、こんな感じで、来てるんですけど、ちょっとね、限定がどうかみたい。うん。限定じゃないね。っていうことは、限定じゃないっていうことは、あれなんだよね。その、今後、なんだ？チケットとして交換できるようになると思うんで。まあ、俺ね、限定のエナランで持ってないキャラがいて、ローワーのエナランがいるんだけど、そのローワーのエナラン持ってないから、その天井分ぐらいまではちょっと残しときたいっていうのがあって。なので今回、ちょっとね、絞りに絞って、50連までにしようかな。やっていきたいと思います。いやー、行きましょうか、とりあえず。今回の、俺の狙い、皆さんごわ、今回の俺の狙いは、松本人志。松本人志？松本人志？待って。なんで松本人志出てきた？普通にさ、ちょっと間違ったからさ、ガチャで松本人志出てくるかもしんない。この、プロセカのガチャで。とりあえず引いていこうか。衣装とかまだ見てないからね。いやー、50連で来ないよね、さすがに。まあまあ、最近ね、ガチャ運良かった。いきますよ。いきますよ。はい。いや、久々にガチャ引くからね。まあ、そうですよね。ミクちゃんね。まあ、そうですよ。こんなもんなんです。まあ、まず一発目はね、いいんですよ、別に。50連まで俺ね、とりあえず引こうと思ってるから、限定ガチャじゃないんでね、常設のチケットガチャで来てくれるかな。何この保証ガチャ。何このめちゃめちゃ保証ガチャ。ほなみちゃんね。エナラン来たら許す、ここで。あー、かわいい、かわいいから許そう。はい、ひとまずですね、こんな感じでした。保証分が来て、何これ。りんちゃんすごい眺めてるね。誰を見つめてんの、これ。どれだろう。りんちゃんの目線の先は何もない。まあ、引いていきましょう。あ、待って。そういえば、常設のガチャってさ、50連引いたらあれなんだね。星音確定なんだね。普段からここ見ないからあんま意識してなかったわ。とりあえず引いていきましょうか。いいね、星音確定。全然来ない。星音確定だからって言ってさ、途中で来ないでとは言ってないからね、ミクちゃん。ね、俺の今日のミクちゃん、ちょっと不調かもしんない。どうしよう、俺の今日のミクちゃんめちゃめちゃ不調かもしんない。どうしよう、大丈夫かな。ミクちゃん、松本人志だけやめて。松本人、来たんじゃないこれ。あ、来てなかった。ごめんなさい。なんか、皆さん、すいません。どうしようね。小羽ちゃん助けて。ね、小羽ちゃん助けて。ね、口の中に飴入れるよ。そんなに開けてたら。やばい。ちょっと追い詰められてるから3000も消費するのやばくない？ね、普通に考え。3000消費するのってやばくない？ 200 にして俺だけ。みんなだけ5000ぐらいでいいから、俺だけ200にしてクリスタルの消費量。マジでお願い。いくよ。はい。はい。あんまりね、俺ね、大きい声今出せないから、ちょっとやばいんです。ミクちゃん、お願い。星5はちょうだい。星5はちょうだい。まず、星5の奇跡を。奇跡を。明日、今日よりも強くなれるから。明日、今日よりも、全然強くなってない。全然強くなってないよ、ミクちゃん。ねえ。お願い。母ちゃんの、トイレットペーパー。お願い。待って、これ。待って、ちょっと待って、あれ50連だよね。なんか、ちょっと待って、どういうこと。ガチャボーナスで、50回やったら50まで貯まるんだよね、これって。そういうことだよね。あ、違う、なんか勘違いしてる、俺。あれ、15ポイントまでしか貯まってない、これ。え、待って、どういうこと。ガチャポイントの仕組みがよくわかんない、俺。全然見てないから、この辺。まあ、ひとまず引いていきましょうか。とりあえずね、ガチャポイントは貯まらなそうなんで。お願い、ミクちゃん。
保証文がないんです。お願い動画の展開的にもお願い本当に泣いてない。お願いします、お願いします。みくちゃん、はい、こっからさ虹になることがあるのよ、マジで。俺見たことあるの、見たことあるからお願い、俺の画面でもお願い、なんかね虹に輝かなかったもんね。みくちゃん、はいはい、でも初ゲラ初ゲラありがとうございます。とりあえず初ゲね、泣いてる、ね、めちゃめちゃ泣いてるね、えめちゃめちゃ泣いてるんだけど俺の今の気持ちを表してくれてんのかな、そういうことかな、絶対そういうことだよね、気持ちわかるよ。いやマジでここね、あのちょっと 祈ります、祈りを捧げます、あの鈴木祈り、鈴木祈り鈴木みのりさんだけのお願いします、お願いします、せーの、お願いします、はい、お願い、虹やばい、シブリンガチャだこれ、やばい、俺大体来るのよ動画内で1回ぐらいは。待っていきますよ、お願いみきちゃん、こっから虹になること、足元が虹色に、虹色に染めて、虹色に、お願い虹色レジな、じゃえ待って、やばくないこれ、ちょっと待って、これやばい気がする、スキップします、321、はい、ちょ単発いっていい、単発の方が出やすいっていうね時あったのよ、そういえば、そういえばね単発で出やすいみたいな聞いたから、俺ちょっとやってみていい、ほら単発でね出やすいみたいなことね、俺ねあの前のコメント欄に書かれてたことがあって、ちょっと試してみたいの、お願いみくちゃん、多分来るよこれ、みんな見てて、いくよ、ほら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 、全然来ねえじゃん、いやマジでお願い、本当に本当にガチトーンが出た、俺のガチトーンが出た、マジでお願いの、お願い本当にお願い、お願いスキップします。あのさすがに4万切るわけにはいかないんで、あの本当にこれでラストにしたいと思います。シングルガチャいきたいと思います、いきますよ、はい、みぐちゃんお願い、みぐちゃんお願い、絶対ないけど、こっからは絶対ないの分かってる、バグってバグって、どうにかバグって出てきて、バグって出てきて、エナナの顔がかなでちゃんだったらどういうこと、もうわけわかんない